それじゃ카운트 하시면서 꺼여봐 4 3 2 1 GO! ことになってるぜ。 こいつ。 どうすればいいのか。 全くわからない。 ストレートで追いつけって言われたけど。 そんなの無理じゃん。 どうすればいい。 教育さんのやり方って。 なんだっけ。なんじゃ悪い。やんのかこら。コロスゾーコラ。須藤と申します。うわ。馬面萩。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。そうか。 変わりましたよ。なんていうか、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことは、俺はな、リーダーバトルでケースと藤原と愛と課題を投げている。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのは物語ですよ。薄々は感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があるからでした。 全てオンがデイドオールにコントロールが。ルールとシャリンとの接触面での摩擦が悪い。ミューが低ければ低いほど。ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行っても、ニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーより、 コントロールできるオーバーを始めたら作っておくんだ。それが俺のやりかだ。うほほ、滑ったら滑ったら。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちが痺れちまうよ。うわ、 2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する。あらゆる局面において藤原には不利な状況だ。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。 こんなことで今まで一度もなかった。やる、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったか。この雨が腐るんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに。 それよりも奴の方がリスクを冒して、マージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってそんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。 スイスイ行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。はっ、京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。
あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ。どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ。なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今、アザミの通過したってさ、40〜50メートルの人らしいぜ。わからない。頭がクラクラしてきたぜ。2000が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトル持ちするのか。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる。2000のボディ全体が伝わってくる。濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ。逆ドリフト。その通り。カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。いや、マジか。こんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。助かった。何が何だか分かんねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さん。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメ。マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前に出させねえぞ。
んでも先に近く艦に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる暇ない、わかんねえな、行くしかない。来たよ、池谷先輩。これ、消えた。うわー、池谷、店にはいなくなった。バカな、ありえねえ。高田間川までぴったりと前哨戦が張り付いていたはずだ。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。全焼灯を消し闇に紛れた。ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこよりこっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。だと思って相手が見えないのはあっちも同じだ。